皆さんこんにちは、ダイタラです。稲妻イレブン2、今日もやりましょうか。さあ今日はね、小暮ってね、あの悪ガキだと思うんですけど、悪ガキをね、がすごい身体能力持ってんじゃねえかっていう説があって、それをねキャプテンに見てもらおうって回です。よろしくキャプテン。これだよねキャプテンって。いたいた、気吐く人です。遠藤様、心の迷いは晴れましたか。おや小暮、柿田さん、小暮くんの練習見てもらえませんか。練習を、はい、小暮くんの身体能力を知ってほしいんですよ。で、100回もずーっと練習して息切れ一つしないなんてすごいですよ。なるほど、そうですか。小暮、お前が皆さんをそそのかしたのか。なんだと、たとえ練習であろうと、お前が万有寺のグラウンドで、サッカーするなど100年早い。お前は言われた通り道場の掃除を続ければいいのだ。ひどい、そこまで言わなくてもいいんじゃないですか。チェッ、そんなことだろうと思ったぜ。あ、小暮くん、言っちゃったよ。滝田さんの石頭。まあ悪ガキしていたずらばっかしとるからな、こいつ。小暮くんってばね、どこ行くの。また練習するの。決まってんだろ、仕返しさ。毎日毎日毎、あ、朝から晩まで掃除ばっかさせやがって。俺をバカにしたらどうなるか思い知らせてやる。さーて、どんな仕返ししてやろうかな。悪ガキやマジで。いい加減にしなさい。ちょっとバカにされたくらいでこんなことして。だからいつまでも経ってもサッカーさせてもらえない。うるせえんだよ、お前はおせっかいなんだよ。俺が決めたんだ、バカにしたやつら全員見返してやるって。見返す、こんなことで見返したことあるの。そんな悔しいならサッカーで見返せばいいじゃない。サッカー部でしょ。はるなちゃん言うねえ、ほんと。う、練習しましょう小暮くん。上手くなって見返してやるの、私も好きやから。あー、なんでお前と。なーに、逃げるの。違わーい、やるやればいいんだろ。一旦はね、練習よ。はっきり言うけど、小暮くんにはシュートの才能はないわ。その身体能力を生かしてディフェンサーになった方がいいと思うよ。勝手に決めんな。なんかすげえやりとりしとるな。もう燃えてるな、春菜なあ。けどほんとね、春菜は昔施設でいじめられ仲間外れにされていた。そうなの。その時は俺が守っていたが、おそらく小暮を昔の自分と重ね合わせているんだろう。だがいじめ、違うよな柿田。ねえ、道場の掃除もグラウンドの整備もあれって全部サッカーの特訓だろ。やはりお前も気づいていたか。ああ、小暮が走る時のフォームを見てさ。おっしゃる通り、小暮にさせることは基礎の特訓なのです。あいつの身体能力の凄さは私も十分分かっています。これでも一時は万有寺のレギュラーと一緒に練習させていた。そうなんだ。だが少しでも気に食わないことがあると突っかかってな。兄者、うむ、音者。相手がパスを失敗しただけでわざと切りにくいボールを出したと暴れだし、手をつけられず、それでまずは掃除をさせ精神を鍛え直すところから始めた方がいいかと。ねえ、あいつにはいじめのように見えているのか。ひねくれてんな。しかもあるまい、あやつは裏切られたのじゃから、誰よりも信じた母に。なんか暗い過去があるの。ねえ小暮くん、もう10年も前のことですじゃ。まだ幼子だった小暮は母親に駅のホームで置き去りにされてんの。うわー、かわいそう。ねえ、母親とはずっと離れて暮らしていたらしく、あえて嬉しかったのじゃろう。夜になり駅員が連れ出そうともしても、あやつは口をつぐんで動かなかった。万有寺に来た時、あやつは人を信用しなくなっていた。心が歪んでしまった。母親に置いてかれてね、誰も信用できなくなったんやな。かわいそうにね。そうだったのか。ここには小暮のような子がたくさんいます。どんな現実にも分けぬよう心と体を鍛え上げる、それが万有寺なのだなあ。兄じゃ、うむ、音じゃ。だが小暮はまだ未熟。今は万有寺のグラウンドに立つ資格はない。そういうわけです。お分かりいただきましたか。分かった。でも納得できない。遠藤、だってこのままじゃあいつやる気までなくしまう。どんな基礎を覚えてもハートがなかったらサッカーはできない。いいサッカーか。頼む、あいつにもう一度チャンスやれないか。もう暴れないように俺も言っとくから。不思議なお方々、なぜ他人の、しかも出会ったばかりの者のためにそこまでするのですか。俺知ってんだ、サッカーをやりたいのにできないのがどんなに辛いかって。さやな、遠藤くん、昔ね、部員が足りんかったしグラウンドも使われへんかったもんな。遠藤くん、花たちのことが。あ、そっちかい。わかりました。ですが条件があります。何条件。
怪しい男を捕まえてほしいと申し出がありました。へえ。最近京都の市街地でみんなに迷惑かける者がいるらしい。苦情が多く寄せられているため、そいつを捕まえてみんなを安心させてあげてください。あら、なかなか素早いやつらしく、警察も捕まえられないらしいのだ。ノア兄者、産むことじゃ。あいにく我らはエイリーを待たねばならぬ。ね、怪しい男捕まえていただけませんか。ねえ、小暮にもサッカーをする機会を与えると約束します。オッケー。素早いやつ風丸くん連れてけば大丈夫でしょう。本当に不思議なお方じゃ不思議で片付けんななあ、エンドはいいやつやぞ。はぁ、京都の街で怪しいやつ探す。なんで姉のやつのためにそこまでするでやんすか。わさびおにぎりで鼻がツンとするっす。ねえ、サッカーさせてあげたい気持ちも僕もわかるけど、明日にはイプシロンがやってくるんだぞ。そんなことしてる場合か。早く練習しないと。風丸どうして、何焦ってんだ。焦ってる。違う、俺はお前よりずっと現実的なだけだ。おい風丸、風丸くんなんか最近おかしくなってるよね。大丈夫かな。病んでるよね。病んでる、本当に。わかったわ、許可します。ただし期限は今日の夕方、それまでに見つからなければ諦める。それ以外のみんなはいつも通り練習して。監督、小暮くんのためありがとうございます。ねえ、言い争ってチームワーク乱れるのを避けた方がいい。小暮くんの能力も気になる。よーし、早速怪しい男探そう。まずは情報集めよう。誰がついていくんだろう。風丸くんは練習の方なのかな。ね、素早いやつやからついてきてほしい。風丸くん、さあ京都の街で怪しい男を探そうです。市街地行きましょう。いろんな人に聞くか。あ、ヒロトじゃん、久しぶり。北海道ぶりやん。あれ、久しぶりだね、守る。知り合いか、エンド。友達さ。どうしてここに、京都に来たのか。ちょっと探し物があってね。探し物？京都で見つかったって噂聞いたから、守るがいるならこっちの方が面白そうだよ。ねえ、守たち、怪しい男探してんだろ、俺も一緒に行かな、行っていい？ああ、いいよ、一緒に探してくれよ。やった、ヒロとこ仲間だった。へえ、すぐ仲間だったな、お前。赤い髪の男、かっけえぜ。え、サッカーできんのかな、こいつ。あいつ、どうして僕たちが怪しい男探してるって知ってんだ。確かに。ふぶきくん、堅実やな。え、ヒロと、ああ、履いてるわけちゃうんや。知ってる？おう、ジャパニーズキモンドビューティフル、前聞いたな。コンビの横に横にある裏通りに怪しい男が出る。もう答えやん、これ。ねえ、コンビニの横、ここコンビニだよね、確か。な、ここか。ここのコンビニの横、ここだ、ここだ、ここだ。ここ通っちゃダメだよ。あいつは俺が見つけるんだから。何のことだって、秘密だよ。ここだよね、多分。どうしてよ。ケンちゃんかなんか、邪魔なんだけど。え、万有事の代わりに君たちが怪しい男捕まえるって？いやいや、別に頼りないなって思ったわけでは。失礼やな。ねえ。どうしたらいいんだろう？わあ、サッカーバトルアンドか。さて、いろんな人にまだ聞きましょう。こちらっす。舞妓さんになるため勉強です。この子前いなかったよね、確か。最近みんなを困らせてる怪しいやつ探してるって？ケンちゃんが怪しいやつ捕まえてヒーローになるって言ってたな。ケンちゃんならなんかしてるかもよ。ね、ケンちゃんだね、やっぱ。お前か、ケンちゃん。ちょっと、どいてくれよ。頼む。なあに、お兄ちゃんたち、僕が何してるか気になるの？しょうがないな、ママには内緒だよ。僕どうしても怪しい男を捕まえたくて待ち伏せしてる。お兄ちゃんたちが代わりに捕まえるって？やだよ。僕の手柄を横取りする気なんだろ、べーだ。なんだこいつ。やれやれ、困ったな、どこないぞ。任せてよ。何？ヒロトくん。なんだお前。守るたちの邪魔をしないでほしいな。なになに？帰らなきゃ、お家に帰らなきゃ。ヒロト何したん？催眠術みたいなやつ？やばいやつやん、こいつ。これで怪しいやつ捕まえられるね、守る。ああ、どうしたんだ？ガサ。なんだ？エンド、通りの奥に誰がいる。怪しいやつが行ってみよう。そっとね、そーっと。ふぶきくん、慎重やない、いつでも。さて、どこに行ったんだ？あそこだよ。何？いたいたいた。今のレーゼちゃうか。逃げた、クソ。素早い。キャプテン、僕に任せて。早い。さあ、もう逃げられないよ、覚悟して。あれ、お前はどうした、吹雪って。お前は
レーゼ、どうしてこんなとこで。町を荒らしてる怪しい男はお前か。レーゼ、お前落ちたもんやな。エイリア学園に捨てられて泥棒とかしてんのかお前。最低やなこいつ。お前は誰だ。え、どうしたんこいつ。何言ってる、ふざけんの。俺を忘れたとは言わせない、言わせないぞ。お前たちに学校を壊された来門中の遠藤守るだ。来門中聞いたような。我の名前は、名前は思い出せぬ。え、記憶を消されたか。ひどいね。許せないぜ。サッカーで人を傷つけるだけじゃなく、仲間さえも傷つけるなんて。ねえ、許せないぜ、エイリア学園。なんだつまらないな。レーゼは憎いやつだけど、でも、あまり近づいちゃう、レーゼ。お前はこの町で何も悪いことしないんだろ。だったらもうここにいない方がいい。安全なとこへ行け。安全なとこ、どこや。レーゼ、これやれよ。何、サッカーボールを渡した。なんだ、サッカーボールだ。お前きっとサッカー上手いと思うんだ。だからいつか俺たちと一緒にサッカーやろうぜ。はい、一緒に、いつか。バイバーイ。レイズ仲間なんやろな、今後な。やっぱ宇宙に帰るんですかね。マモール、あいつは君の学校壊したんだろ。そんなやつ許せるのか。わからない。でもさ、今のあいつは昔のレイズじゃない。今ならサッカーを通じて友達になれんじゃないかって思うんだ。お前いいやつやな。お人よしだな、キャプテンは。でも遠藤が決めたら賛成だよ。レイゼたちを仲間にしたかったら、みんな響さんに頼んでみよう。仲間できんの。嘘やろ。ジェミニストームの選手たちが引き抜ける。嘘やろ。マジか。わからないな、俺には。ヒロトどうしたんやろな。ヒロトくん、バイバイ。あの後ろ姿は知り合い、ひとみこさん監督。ああ、そろそろ時間。どうしました。汗、すごい汗やばいっすよ。いえ、なんでもないわ。約束の時間よ。練習戻りなさい。ああ、ヒロトどこ行ったんだ。急にいなくなるやつだな。怪しいやつのことはもう心配ないって教えないと。で、これで小暮もグラウンドで練習させてもらえるだろう。早速行こう。まさか知り合いなのかな、ひとみこ監督とね。さて、怪しい男はレーゼ。毎日に帰ろう。ってことなんですけど、一回引き抜きシステム見てみましょうか。レーゼ捕まえるか。さあ、キャラバン行きましょう。ね、響監督の引き抜きシステムです。使ったことないよね、またこれ。こっち。ね、連絡しましょう。おう、遠藤か、どうすんだ。で、引き抜きしてきてくれよ。おっす。ジェミニスト、マジでいけんの？嘘やろ？良さそうな選手が見つかったぞ。なんか誰やねんお前ら。パンドラ、パンドラは覚えてるぞ俺。あ、これキーパーやん。ねえ、隕石だって止めると豪語する頑丈なゴールキーパーだ。ねえ、で誰捕まえとく。キーパー捕まえとく、とりあえず。で、他探すにあんのかな。ねえ、そのまま。あ、これ、やっぱ毎回変わるんだね。あ、こいつ顔決めんやつだ。レーゼ無理なのかな。で、あ、いた、レーゼ。レーゼ。必要友情220ポイント。安いな、思ったより。レーゼ、見つけたら携帯に連絡する。時間かかるかもしれんな。あ、時間かかるんだ、この引き抜きシステムを使うのって。あ、しゃあないな、それは。ではでは、毎日中に帰りましょうか。うわー、レーゼとサッカーするんか。なんかちょっと不思議な気持ちになっちゃうね。レーゼ、レーゼミッドフィルダーだよね。まあ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 、パーティーに入るっちゃ入るでしょ。はい、来ました。あれ、小暮くんどうしたの？揉めてるみたい。どうしたんですか？それが、小暮があなた方の秘伝書を盗もうとした。なんだって？留守してるの見計らってなんてやつでやんす。違うわい、ちょっと借りようとしただけだ。ねえ、それをこいつらが勘違いしただけだよ。黙れ、とんでもないやつだ。おいおいおい、証拠ないのに疑いでよくないぜ。ねえ、怪しい男の正体分かったよ。これでお前もグラウンドでサッカーの練習できるぞ。よかったな。え、お前マジだったのか。ねえ、キャプテン信じてれば大丈夫よ。信じる。あ、過去のこれね。まあまあ、どこに行ったの。うわー、悲しい気持ちになる。これやめてくれ。
かわいそうに信じて待っていたのにママに捨てられるなんてな。捨てられたママのこと信じてたのに、信じても裏切られるんだ。小暮、うるさいうるさいうるさい、こんなもの秘伝書を投げ捨てた。おいお前それはあかんやろ。うししざまみろ。バチャー、うわー、痛い痛い痛い、何すんだバカ。小暮くんのために頑張ったみんなの気持ちわかんないの。この秘伝書だってキャプテンの亡くなったおじいさんが書いたもの。そんなの知らねえよなんてやつだあいつ。エド、見ろよこの秘伝書、全部ディフェンス技のものだ。ディフェンス向いてるって言ったから、きっと一人で練習するつもりだったんだ。あいつもサッカーが好きで好きでたまんないんだ。これこんなとこにメモ落ちてるよ。何、秘伝書ちょっと借りるぞ、すぐ返す、心配するなってね。え、ほんと借りようとしただけだったのかよ。ああ見つけるの遅かったな。キャラバン勝手に入ったんでやんすよ、キャラバンで。古株さんとか監督何してんだほんと。あいつら勝手にじゃないぞ、わしが OK した。ああ OK したんや、古株さん。なんや、代わりにキャラバン掃除するからと言って、ほれピカピカじゃわい。確かに探してきますね。何、え、イプシロン来てもうた、もしかして。早な、明日じゃなかったっけ。グラウンド急ぎましょう。イプシロンのね、襲撃、グラウンド急げ、行きましょうか。なんだ今の音は。ね、やばいぞ多分これ。行ってみようか。イプシロンって誰なんだろう、敵わかんねえぞ。レーゼじゃないんでしょもう。ね、何度言われても答えは同じ。我々に戦うつもりはない、お引き取りいただきたい。お引き取り、ギヒヒヒヒ、つまんねえこと言ってんじゃねえ。ファドラ、頭やべえなこいつの形。黙れファドラ、ならば仕方ないだろう。デザーム、こいつがボスかな。ね、学校壊されんで。やれ、校舎を破壊するのだ。はっ、デザーム様、マジで言ってんか。あ、壊れた、早いな、やめろ。黒いサッカーボールは兄じゃ。うん、なんという黒い木だ、音じゃ。作動する万有事中よ。クソ、止めなきゃ。あれ、やむを得ません、お受けいたしましょう。マジか、勝てるんかお前ら。キャプテン、そう来なくてはお許しください。ひとときの怒りに沸きた心弱き私たちを。大丈夫だよね、勝てるよね。いや、イプシロの力見せてもらう。で実力測らせてもらおうか。え、サッカー始まったで。さあ、遠慮はいらない。邪悪なる魂に天罰を下すのだ。はー、お前たち、すべては指示通りに。いいな。はい、デザーム様。イヒヒヒヒ。サッカー狭ないか、グラウンド。万有事中と、イプシロの試合、俺たちは黙って見守ることしかできなかった。でも、イプシロの力は、俺たちの想像をはるかに超えていたんだ。強いのそんなに。なんだこれ。高すぎ。何、隕石シュートみたいな。は？いや、ハンドちゃうか今の。波動拳じゃないよ。違うよ。カメハメハーか。何？三位一体。いや、なんかおかしい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 。コンペイト完成でーす。いやいや、おかしいやろ。すべてが意地。次元が違うだろこれ。はあ、これがイプシロンの力。なんてスピードとパワーなんだ。強い、ジェミニーとは比べ物にならない。それだけじゃない、あのデザームという男、頭が相当切れる。あいつの完璧な計算によるフォーメーション、隙がない。やばいじゃん、勝てんのかこれ。ざまあないぜ、散々威張ったくせに手も足も出ねえじゃねえか。かきたみんな、ちっ、なんで今さらあいつらのことが心配なんだよ。優しいやつやんけお前。心配したで、もっと。無念だ兄じゃー、音じゃー。ふむ、この程度がつまらん。ここにも私を楽しませてくれる者はいなかった。ねえ、あなたたちの負け、約束通り学校破壊させてもらうわよ。待てー、出た。うん、ライモンサッカー部が相手や。まだ勝負は終わっちゃねえ、俺たちが相手だ。遠藤様、ほう、ライモン中か。気をつけてください、あの者たちには心がない。心がない？ライモン中、ジェミニストームを打ち破った唯一のサッカーチーム。
たったそれだけのことで我らに勝てると思うとは。ふん。我らイプシロンの戦士も舐められたものですね。いや、そんなレベルちゃうの？ねえ、レーゼたち、あいつも頑張ってたんやね。あ。小暮くんそこにいるの？戦いに来たんでしょ？そうでしょ？俺は別に。小暮くんをメンバーに入れて、あいつ？こいつ雑魚じゃないの？いや、でも俺、何落ち着けついてんのよ。見返すチャンスよ。でも、大丈夫よ。私、小暮くんならできるって信じてる。またかよ、信じる信じるって簡単に言うな、ほんと。俺も信じてるぞ。お前もか。遠藤くんはいつも信じてくれるからな。さっき疑って悪かったっす。ごめんでやんす。私は遠藤を信じてる。遠藤があんたを信じるなら私もあんたを信じるよ。ややこしいね。まあみんな信じてるってことだよ。俺を信じてる。じゃあ決まりだ。頼むぜ、小暮。おう。ははは、なし崩してきたね、こっちに。さあ、小暮が仲間になった。小暮、ディフェンスなの？使えるの？大丈夫？準備いいか？怖いけど頑張るっす。ライモンチーよ。時間をやろう。ねえ、準備するがいい。マジで準備していいの？いやー、準備していかないと戦おう。面白いものが見れそうだな。ヒロト君は宇宙人を追っかけてるんですかね？なんだかんだ言って。さて、新しいメンツ。小暮です。レベル低いな、結構。さあ、準備ができたら挑戦だってらしいです。よし。お、電話かかってきた。おお、遠藤か。レーゼ見つけたぞ。場所はだな。どけや。白蓮中の校舎近くにおる。はい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 。なんで北海道おんねん、あいつ。じゃあちょっとレーゼ引き抜きましょうか。さあ、白蓮中着きました。校舎の近くってどこなんでしょうかね。この辺？気配を感じる。違う。これは？違うよな。こいつ、ゴーエンジっぽいやつや。どこにおるんやろか、レーゼ。ここになんか人がいるぞ。これかな？いたいたいた！お前たちはなんだこの感じは。そうか。失われた記憶の鍵はこの者が持ってるのか。お前たち、我と勝負しろ。勝負すんの？別にええけどさ。うわっ！待って、これ、イプシロンの、てか、あいつらやん。何してんの、こいつら。ねえ。では勝負しましょうか。点取られないだけでしょ。まあ簡単でしょ、こんなの。ね。よし。待て、いきなりシュートされんぞ、これ。これまずいな。ゴッドハントしましょう。通常シュートやな、これは。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、通常シュート、それくらい雑魚だわ。でも TP ちょっと減ってんだよな、今。ノラバトルとかで、使っちゃったからさ、TP。さあ、ゴッドハンド、ダイダラです。さあ、男クリマツ。一ノ瀬くん。一ノ瀬くんボール持って逃げて。逃げれる？一ノ瀬くんなんか技ある？あ、イリュージョンボールとか使えんじゃん。それでひたすら逃げときゃよくね？イリュージョンボール。な、勝てとなれ、お前ら。さあ、男クリマツ。男クリマツ。ボールを受ける。中谷くん。あ、終わりかもう。なんや、しょろかったな。オッケー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 。まあまあまあ、これで仲間になってくれんだったら同じやで、ほんま。お前たちは確かライモン中。そしてこのサッカーボールは、もう少しで思い出せる。さあ、続きを始めよう。まだやんのかい。2000差差をつけて勝て。20分もあんの？いや、TP ないんだけど、ちょっと困ったな、これ。やべえな、これ。ね。敵多くね？人。待って、これ大丈夫か？これ負けんじゃね？おーっとっとっと、これが。アステロイドベルト。おーおーおー。男クリマス。これやばいよ、マジで。クリマス。さすがに防いでくれ。いや、やべえよ、これ。これキャッチしてくれな、困るんやけど。通常シュートでお願いします。通常シュート。昔やったと遠藤くん止められへんかったけど。今の遠藤くんやったら止められる。そういうもんやで。みんな。一ノ瀬がかなり前に行っててほしい。よし。で、これもうシュートしましょう。ね、スピニングシュート打ちます。レーゼがちょっとゴール前で待ってるんですけど、そこは無視してみて。行きましょう。スピニングシュート。入ってくれよ。ブロック型してこないと信じて。うわー、ブラックホール強い。これ勝てんのか、これマジで。レーゼ仲間さん大変すぎやろ、これ。よし。これもう一回シュートしますね。スピニングシュートします。よし。いけ！
どうだ。オッケー、入った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 、まずいって、まずいって。これ大変やな、この試合。20分で、あと6分でもう1点取らなあかんねやろ。これ無理でしょ。中谷くん、ね、クリマス。あー、これまず、無理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 。ちょっと待って、これもうマジで、パンチングしてもだ、今。アストロブレイク、うわ、終わったー。終わったー。マジかー。マジか、これ入るで、うわー、止めらんねー。ブレイクされた。世界は終わりや。終了やん。バトル敗北、1対1引き分けやぞ、これ。ねえ、ダメだ、何も思い出せない。で、もう一回いいってことやな。で、さっきの試合 TP 切れたりして、ね、負けたので、普通に勝負しましょう。回復して1軍でいきます、1軍。1のせい。これまた最初これね。繰り返すんだ。さあ、1戦目はまずサクッと勝利です。でも1戦これやるだけで経験値もちょっと触れるし、いい試合ではよし。で、連戦です。で、ここが本番やね、ここが。まず一瞬で点取らな、負けるからな、これ。どっちの方がいいかな。うわぁ、一ノ瀬の TP 低いシュートに打ってもらうか、これは。ね。で、いきます、皆さん。ね、ガチの戦い方です。あ、これ、バトル、ボールの奪い合い。さすが、一ノ瀬くん。よし。あ、待って、これまさか。コロコロシュート、コロコロシュート、天才天才天才さすが天才少年一ノ瀬、わずか56秒で1本シュートしてくれた、ありがてえ。くそ、染岡奪い取ってくれ。うわーっと、これはね、全部ゴッドハンドでいきたい。もうこれアストロブレイク出た。でもすぐこういうことしてくるから、こいつら。で、ゴッドハンドで防げるのかって問題があるのよ、アストロブレイクを。まず頼むよ、遠藤くん。うわ、突破されたで、それ。嘘やん、これ。嘘やん、これ。これ無理やん、こんな。このゲーム絶対終わらんって、そんな。もう一回、一ノ瀬くん。一ノ瀬くん、いつものさっきと同じのお願い。さっきと同じ、ええ感じのやつ。よし。あ、これは。あー、突破なんのか、これ。シュートしたんやけど。突破してくれ、頼む。取られたかー。クソ、画面同じだった、今。よし。今のいきなりのやつミスったんは痛いな。ワープドライブ。うわ、こいつらマジでさー、勝つの無理や。レーズ仲間でけへんわ、俺。よし。別に一ノ瀬を信じろ、みんな。よし。え、競り勝ったで、君。意味わからんな、今の。でも、マジで意味わからんな、今の。さあ、スピニングシュート。ブラックホールされるかな、多分これは。あ、入った。あ、そうか、競り勝った後だから、普通に入ったのか。受ける。受ける。これ、待て待て、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。あと、あ、6分で1点やな。いけるぞ、いける。無理じゃない、はい、無理じゃない、はい。でもブラックホール連発されたらだるいって感じ。キドくん、何ずっとそこおるんや。ほら、キドくん、今キドくんがさ、ボーっとしてたからやで、これ。マジンザハンド。マジンザハンドやったら止めれんちゃう、さすがに。ねえ、アストロブレイク。いや、止められんかったら負けやん、これ。マジンザハンド止めたぜ、さすが。ワンチャル、ワンチャル、ワンチャル、ワンチャル。よし。決めろ。でもこれな、絶対止められる気する。これ入れな負けやねんけどね、絶対ブラックホールされる。入れな負けなシュートって無理やん、こんな。どうせブラックホールやろ、ほら。あ、ブラックホールせえへんかった。優しい世界が俺たちを包み込む。やったぜ、2点差つけたで。で、時間切れちょうど。うえ、大勝利やったぜ。今のは MVP や。みんな MV、一ノ瀬くん MVP は思い出した。我が名はレーゼ。そしてサッカーボールをくれたものを遠藤守。一緒にサッカーすると誓った。あの時の約束、今ここに果たそう。
マジか。レイゼが仲間になったぜ。レイゼミッドフィルダーです。ね、宇宙人です。はい、ということで準備できました。次回イプシロンぶっ潰したいと思います。また見てください。アスペよ。